オレグ・ガズマノフ、オレグ・ミハイロビッチ・ガズマノフは、ソビエト連邦ロシア・ソビエト社会主義共和国の、カリー・ニングラード州、グセフ出身のポップシンガー。作詞や作曲を務めることもある。ロシアの歴史や、ロシアを称賛する、愛国家を主に歌っている。また、ロックバンドののボーカリストでリーダーを、務めており、メンバーに、レゾフ、バレンティン、ユーリ・ビバチェフ、ドミトリー・アンドリアノフ、 アンドレー・ゴレンコがおり、いずれもソロでの活動も行っている。屋外で歌を披露するために招待され、マイクを握ったところ機材が漏電しており、触った瞬間感電してしまったことがある。彼は地面に倒れたものの、すぐに起き上がり、大事には至らなかった。しかし後日、朝のトークショーに出演していたところ彼の後ろにあった機材が突如倒れて、 彼の頭に直撃する事故が立て続きに発生した。ありがとうございます。